こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日も、来ていただきました深尾太子さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、今日はオータムインニューヨークということで、まあジャズ知らない人はあんま知らない曲かもしれないですが、とても名曲でミュージシャンは結構やる人多いですね、この曲は、うん、コード進行も美しいし、歌の人もよく歌いますね、この曲は。そう、歌うんだけど、私もね、これ着手するには時間がかかりましたね、うん、難しいイメージもあったしね、うん、あの言葉がね、あの難解な言葉結構ちらほら出てくるの で手をつけにくいものはある。しかも長いから、で、うん、今回バースも紹介するけど、バース歌ってる人まだほぼいない、うんうん、さっき大ちゃんも言ってたけど、1番と2番があって、でもこの曲が美しいからアドリブ聞かしたいと思ったら2番は省略するせざるを得ないみたいな。そうそうなんだ、その2番の歌詞が私も1番好きなんだけど、で1番歌った後でピアノソロに行って戻ってきて、あと半分を歌うってなったら、もう1番を繰り返すほかないみたいな、うん、あ2番歌えんかったみたいな。でも、うん、その2番まで歌おうと思うと1番と2番とで歌いきりにしてしまったらソロを挟む余地がなくて、もったいないし、めっちゃいつも悩むの、これ、本当に。そう、バラードやし、曲自体結構長いからね。そうやねん。で、こう、本当、A メロのソロが終わっても、ボーカルに持っていくしかなくなんねんけどさ。どうしようって。でも2番聴いてほしいわ、みたいな。でも2番はアメリカで歌ったら通じるけど、日本で歌っても通じへんから意味ないからどうしようかな、みたいな。いろいろ悩むんだ。そうやな。2番まで歌詞解説しながら歌ったら、もうだるいしな、それもな、みたいな。まあ、じゃあ、ぜひこの動画を見ていただいて、それからライブで。あれ、この間の時2番まで歌ってないよな。いや、歌ってない。あれも1番だけ繰り返して終わって。バースも歌ってないもんね、この間。バースも歌ってない。バースはね、まだ勉強中やの。結構難しいねんな、この曲な。なんかね、あのコードとかあのメロディーがえらいところに飛んだりするんだよね。チーナっていうか、あの予期せぬところに動いたりする、うん。メロディーもテンションが多いし、みたいな。そうなのよ。やっぱりね、ね、うん、いい曲だよね、ほんとね。でも、うん、だからその分、音を取るのもきっちり取るのは結構大変だよね。まあ、ブロードウェイミュージカルサムズアップっていうやつ、まあ、これも見てない、うん、これはね、どっちかというとね、ミュージカルっていうストーリーがあるもんじゃなくて、こうレビューって言われる、その歌とか踊りとかこう組み合わせたこうエンターテインメント的なものの一部として入ってたって感じなので、うん、このオータム・イン・ニューヨークっていうのがどっかのそのドラマの一部で出てくる的な、そういうのではないみたいなけど、でも一応そういうのシアター街から生まれたっていうのには違いなく、このバーノン・デュークって人はそのロシアの結構なこう貴族というか、もう王系、うん、王室系の人が逃れてきたぐらいの感じの、だから結構なセレブリティで、うん、の友人関係もすごい、もう世界的なピカソとあの、うん、知ってるなみたいな、ジャンコフとかのみたいなって書いてあってさ、うん、そういう人らしいんやけど、まあ、のロシア語の、ね、名前はすごい長くて何回の名前があるところを、こうシアター街の友達からバーノン・デュークがいいんじゃないみたいな感じになったっていう、それでペンネームみたいなんで、ね、なるほど。じゃあそのまあだからこう歌詞見ててもあれもね、なんかそのすごくお金持ちの人目線な感じの。ああ確かにね、そうだね。もうニューヨークってもうほんまにピンキリのすごい大富豪から、もう本当にお金ない人までがいっぱいいて、ね、でいろんな国の人がいてて、うん、っていうのを象徴するすごい名曲で、ね、セントラルパーク行ったことがある人からするとすごいちょっとグッとくる歌詞ですね。そうなの、もうそうなの。あとその住んでてさ、もうあのニューヨーク大好きでもあるし大嫌いでもある、その、うん、辛かったり嬉しかったり、うん、もういろいろ詰め込まれてて、こうちょっと観光で行ったことがある人も住んだことがある人にもこういろいろグッとくる歌詞が詰まってるよね、うん、なんかこうその美しいだけじゃないところがいいっていうところね、ニューヨークのその要はいろんなものがうごめいてて、こう失敗してダメになっていく人とかそういうのもあるけどみたいな、そういう描写がすごいですね、やっぱりね。じゃあその、問題のこのバースを、でもこのバースが分かって歌ってるとその背景がよく分かるかもしれないみたいな。そうだなと思ったから今回入れた方がいいなと思ったのね。このバースのメロディーが結構難解やから、もうこの歌詞を読んでいくだけに今回しようと思うんだけど、はいはい、あの It's time to end my holiday
and bid the country a hasty farewell. なんかこの、うん、ホリデーっていうのは、うん、休暇バケーション、うんうん、もうあの田舎でバケーションを取って終わったわけ、うん、ね、まず日本のイメージとはちょっと違うけどねそうだね、確かに田舎でバケーションってどういうことや、おばあちゃんの家に行く感じではなくて確かにあのお盆休みみたいな感じではなくて、そこね、チカットのどっかあの大自然の方とかで大きなコテージとかがあって、うん、あって、あの自然も人ともあんまり会わずに、うん、自然と僕とちょっと家族とだけと近所のちょっとした人と、まあ、でもあのずっと暮らしてて、うん、まあ、家がこういう人たちはいっぱいあるわけね、あちこちに、あるな、このこれはテイスティーはちょっと急いでって感じかな、急いで、急いで別れを告げる、うん、ああ別れをフェアウェルってさ、バイバイ、でも The country っていうのがまさにこの田舎、うん、カントリーサイド、あのカントリーサイド、だから町との対比のカントリー、これ国を離れるんではなくて田舎を離れるんだよね。なるほど。このビートはリルビットとかのビート、ビートはフェアウェルっていうので別れを告げるっていう感じがあるの、あビートとフェアウェルで別れを告げるね、でカントリーを国って訳してた人思ったけど、まあこれはカントリーサイドのイメージ、ね、そうそうそう、田舎からまさにマンハッタンのにやってくる時の歌だからこれAnd so on this great and melancholy day、 これあの歌詞がさ holiday と melancholy が、あ、あここが綺麗に韻を踏んで上手に作ってよ、ほんで great and こうまあまあ憂鬱なちょっと曇り空の日に僕はマンハッタンのホテルへと引っ越す、完全にお引っ越しなんだ、そうだね、だいろいろ田舎にあるものをも処分してマンハッタンに良い所と出てくるんだね、でも end my holiday だから、いあの前はニューヨークにいたんだよ、うん、で休暇長期休暇で田舎にいたんだね、うん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 、でそこをまたさよならしてマンハッタンに戻ってくる、ホテルとフェアウェルがまた韻を踏んでるわけね、ここが韻踏んでて、そうそうそう、こことここが韻を踏んでるってことね、うん、so, I'll move to my Manhattan hotel、 こうマンハッタンに移動するというよりはちょっと引っ越すのイメージやな、結構な長期休暇でもう完全に数ヶ月っていう感じの、そうだね、数ヶ月、もう夏の間ずっといたんだよ、夏マンハッタン街暑いから、だからもう完全にこう荷造りもして移動するみたいなイメージ、よくあるよ、だってもうあの海の方に涼しいとこにいたりとか、うん、もうちょっと北の涼しいとこにいたりとかするお金もいっぱいいるから、うん、引っ越す時に運んでくんじゃなくて全部捨ててくんだよねそれもお金持ちやな、まあ、I'll dispose of my rose-colored chattels、 家財道具一切、うん、rose-colored バラ色の、バラ色のシャロー、まああのなんかいろいろ持ってるもの、持ってるもの、家財道具、家具だの何だの、うん、捨て、もう捨ててくるわけ、うん、でローズカード多分そのバラで包まれたっていうよりは本当にあの人生バラ色と同じあのバラ色、ね、本当にピンク色のかの家具ではないと思うんだけど、ディスポーズオブで、まあ、処分捨てるとか処分する、そうそうそう、捨てちゃう、もう置いてきちゃうわけ、捨ててきちゃうわけ、マンハッタンにわざわざあのトラックで運んできてないわけ、なるほど、うん、ほんでもって And prepare for my share of adventures and battles、 もうこれからまたマンハッタンで戦うぜと、俺は冒険してバトルして、そう、まあそこは戦場やからマンハッタン、うん、My share っていうのは僕のシェア、僕の分のって感じ、あ僕の分の冒険とバトルのために準備する、うん、そうそう、みんなそれぞれにシェアがあるわけやな、あで 僕の分の戦いに対して準備してんね、あ、まあ、仕事に戻るみたいなところがちょっとあるって感じ、そうだね、もう仕事に戻るというよりももっと覚悟ある感じやけどね、あ、うん、もうあのやっていくぜまたこれからっていう、そのでもその決まったことをやるんじゃなくていろいろあることを想定して、うん、かなり意気込み感じてる感じ、そうだね、マンハッタンに戻るということ自体がすごい意気込みなんやな、 And here on the 27th floor、 だからもうこれはあのこの歌を歌ってるとか書いてる時点で I'll dispose って言ってるから、まあ、捨てるって言ってんだけど、うん、Here on the 27th floor、うん、はもう27階にいるからね、田舎で27階はないよな、そうないない、マンハッタンで帰ってきて27階にいて
うん、もう下を見下ろすと、あの、うん、もう大嫌いやし、そして大好きな街が広がってる。アドアって恋焦がれるとかそういうね、うん、前も出てきたよね。一回ね、歌で出てくるよね。オペラでよく出てくるね、アドアって。バラードとかでもね。うん。ラブでもなく、ライクでもなく、アドアって言ったらなんかこう、尊敬してるとかそういう意味も含まれてる。なんかね、温かい感じするよね。あ、もっとなんか温かく包み込む愛みたいな感じがする。これはでもフロアとアドアをかけてる。そういうことですね、おっしゃる通り。ね、うん、ね、これシャトルズ、うん、シャトルズ、シャトルズとパドルズね、よくできてるね、本当にね。で、まあ、その大好きで大嫌いっていうのがなんかもうまさにニューヨークだよね、本当に、ね、勝ったり負けたりするんだよ毎日は。本当に相反する感情があるんやけど、これだとでもなんか大好きな街が勝ってるなイメージ。そう、だからそっちで終わってるからな。もう I hate だけだったら戻らん。そうやな、うん、実際にここまでの、ああ、それがこっからのそれとあったっていうのを前提すると、あ、そういう歌なんやなっていうのが分かるなと思った。ここから言います。 Autumn in New York。 ニューヨークの秋ね、もういいんだよね。なんかもういいね、あの葉っぱいっぱい落ちててね、あれ綺麗なんで。 Why does it seem so inviting? Inviting を、そう、あの魅力的なのね、うっとりするんだよね。インバイトって紹介するっていう意味もあるよ。インバイト、そうだね、インバイティング、なんかこう誘われる感じかな。うん、誘われる感じね、うん。Why does it seem so inviting? これ別に聞いてるわけじゃなくて、うん、あの本当にそうだなって思ってると。うん、まあ、思うよねみたいな感じ。そう、 Why does it seem so inviting? こう、うん、もうあの誘われる魅力的な、うん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 、魅惑な感じ。魅惑な感じ。Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. これどういうこっちゃって思う、うん、思うよね。私も長い間どういうこっちゃと思ったけど、 First nighting っていうのがまず、うん、オープニングナイト、舞台、ブロードウェイショーとかの。First night ってインポータントなわけよ、すごい。オープニングナイトもインポータントやけど、でも、まあの、ファーストなんかのオープニングと、ショーのオープニングめっちゃ大事で、それまでにプレビューとか、なんかいろいろとこじゃやってて、うん、ちょっと直したり手直しとかして、いざオープニングってなる、ファーストナイトってすごいさ、なんか大事で。大事な。このファーストナイトに行く、うん、ひろき。興奮ね、スリルってこう震えるっていうか、そうっていう感じ。興奮、スリル、うん、なんかそういうものを、うん、こうなんていうかな、あの象徴している、そういうものに象徴されるようなオータム、うん、ニューヨークの興奮。スペルズっていうのがスペルズ、なんかこうあのそれを象徴するとか表すというか、あの文字でスペルするもあるけどさ、あるけど、なんかこうそれを表現しているっていうか、あ、表現してる、そうそうそ う表してる。 The thrill of first nighting、 これは難しいね、ここは難しい上に言いにくいよこれものすごい情景浮かんです、ものすごい素晴らしいんだけど、もうブロードウェイが浮かぶして、ファーストナイトでみんな人がわーっていっぱいいててさ、うん、もうこれだけでもまあニューヨーク最高って思うんやけど、うん、なあ、ニューヨークの秋ってめちゃくちゃ気持ちいいもんな。日本の秋も素晴らしいけどね。まあなあ、まあ、うん、大ちゃん京都やから。京都の秋はそんなに素晴らしいよ。お寺とか神社とか、うん、山とか嵐山、まあ。そう。でも雰囲気が全くなちょっと違うけど。そう、躍動感がすごいよね。ね、京都は政治人いっぱいおるけど、なんかこうシーンとしてる感じが。なんかね、穏やかな感じではあるね。なんかあのブロードウェイみたいな感じとはまた違うよね。うん、まあ、京都もその相当観光客とか増えて躍動感あるけど、うん、ちょっとやっぱ違うよね。ネオンがすごいすニューヨークだと浮かぶ。その京都はやっぱり建物が茶色かったり、自然のその茶色とかの木とかお寺とかそういうのやけど、もうニューヨークで秋って言うとイチョウのあの明るい黄色とかと、あとはそのブロードウェイのそのキラキラ、うん、ニューグレのキラキラとか、なんかキラキラした感じするな。あれはするな。だから街がこう躍動的で、でなんかこう
こうセントラルパークみたいなこう静けさもあったりでもガヤガヤ人してるっていう、そうね、人の勢いがすごいあるよね。もうね、もう世界中から人が集まってさ、めっちゃやる気のある人たちとか、もうボロボロになった人たちとかいっぱいいてさ、振り幅の大きさとかさ、わな、心の深さとかさ違うけどどっちも美しいね。はい、では The Littering Crowd、 まさに今喋ってたことがこれで、こうもうきらびやかな人たち、着飾ってこれからシアターに行くのよみたいな人たちとか、きらびやかな群衆ね、クラウド、リッターなんか glittering clouds and shimmering clouds、 こうあのキラキラする雲、流すお空、夕暮れに輝いてたりとか、まあこれとこれが完全に韻を踏んでいてみたいな、 glittering と shimmering、 なかなか言いにくいんやけど、これ上手に言えたら素晴らしい。One が In Canyons of Steel、 鉄鋼でできたキャニオン、グランドキャニオンみたいな、グランドキャニオンみたいな渓谷、摩天楼だね、その摩天楼の合間をこうきらびやかな人たちとキラキラ光る雲がよく、もうすごい情景描写だね。でそれを見てそういうのが They're making me feel、 ああ帰ってきたと、ただいまと、この情景が僕に感じさせるって、ただいまっていうことね。They are making me feel I'm home。 だからこれをまずコーラスだけ読むと、まあ、I'm home 帰ってきたよなって思うけど、そのバースから知っとくと、あ、今まで田舎暮らしを休暇取ってたわけねと、でそれを全部処分してニューマンハッタンに戻ってきたっていう背景があって、でこの田舎で人も少ないし自然いっぱいあったところから人がわーっていっぱいいて、ビルのもうすごい高層ビルの間を雲が流れていくところに帰ってみて、それであマンハッタン帰ってきたと思う、ただいまって感じの、だいぶ意味が違うね、まああんまりバースを知らないとちょっとつかみづらいかもね、このアイムホームは。そうだね。 It's autumn in New York that brings the promise of new love、もう新しい恋もできそう、新しい恋の約束もなんかやってきそうってこと。そうだね、秋が来るとね。 Autumn in New York is often mingled with pain、 でも大体は痛みが混じってる。 Mingle っていうのが混じるって感じ。そういう感じ、人との交流も Mingle やし、なんか混じる、 Mingle、 なんか混ざること、混ざるってことね。痛みも混ざってるっていうところへんがこう大人っぽいね。そうだね、 Joy and Pain だねこれはね、そうね、そのままうまいこと言って結婚しました、カントリーの方に、なんていうの、コテージに2人で住みました、めでたしめでたしではない、ニューヨークの恋するけど結局はまたまた別れて、また次の出会いだってとか、そういう人いっぱいおるからね。味わい深い曲ですな。じゃあDreamers with empty hands、 ここ最後に向かっていく。 May sigh for exotic lands、 ここもすごいニューヨークらしくって、夢見る人いっぱいいるからさ、その人たちは何もないんだけどね、 empty hands、 本当何も素手というか、でも空っぽっていうか、そう、まだ夢も掴んでないし、ね、名前も気づいてないし、そういう人たちが May sigh for exotic lands、異国の地を夢見てって私も書いたんだけど、そういうイメージなんだけど、要はその自分がまだたどり着かない境地というかさ、を思い描きながらため息をつく、これからよしまだなんかやったるぜっていう人たち、まだが、まあ今日もまたオーディション落ちたわみたいな、まあランズってヘンズが、この人本当にきっちりと韻踏むね。そうだね、上手にね。じゃあもうあらゆるの歌詞の最初から最後までね。It's autumn in New York, it's good to live it again、また戻ってきて、またここでこれからやっていくぞと、それがいいんだね。 It's good っていうのはいい、まあそれがいいよねっていうことね。そう It's good、 なんか気持ちがいいっていうか、 It's good、 またこれで田舎暮らしも良かったけど、この都会でまた戦っていくっていうのがいい。まあこのスイート&ビターな感じがいいよね、ちょっとね。
そうだね。言うてもやっぱりさ、自分の人生をこうもっと前へ前へこう広げていきたい、うん、もっとカントリーでさ、あの、のほほんとしてるのもあれも良かったけど、やっぱりマンハッタンがいいよねと。うん、思うわけ。前向きで、そのニューヨークの情景がバーって出てきて、かっこいい曲だね。ここまでが皆さんがよく歌うだけど、2番がまあまあ難解な言葉がいっぱい出てくるので、そう、2番がまだねニューヨークらしくていいんだよね。だからさらっとその、あの、ま、なんか本当に2番歌おうと思った人たち、これなんていう意味って思うところがあると思うので、今回もちょっとさっといこうかなと思うんだけど、はい、ある程度理解しておくと、あ、そういうなんだなって分かると思うから、もうほんまこの歌思い入れある人いっぱいいると思うから、アルミニューヨーク、まあ、私は特にね、まあ、20年過ごして帰ってきたばっかりやから、もうほんまグッとくるけどさ、 It's the gleaming rooftops at sundown、 これは夕暮れの時に、うん、ビルの屋上がキラキラ光ってる、うん、屋上ね、もういっぱいビル立ってる、そう、ルーフトップが見るっていうこと自体がすでにそれよりも上から見てるんやけどな。そのね、5階だ10階だのビルを27階から見てるからキラキラ見る。ああ、なるほどね。下からは見てないよね、これね。でもって、あの、ルーフトップスだからさ、あの、まあそうだね、あの屋上。屋上、いや、屋根の、やっぱりこう、あの、屋根の上ってことやもんな、こういう感じ。あの、なんていうかな、屋根が、三角の屋根がいっぱい見えてるわけではない。うん、ああ、四角いルーフトップがいっぱい見えるのがニューヨーク。日本みたいにこの瓦みたいな感じじゃなくて、そうビルの上の屋上がいっぱいあるこのルーフのトップがあるやつが見えてて、そこがこう輝いてるみたいな。そう、お日様にキラキラ夕暮れで輝いてると、秋でね、いいよね。で、アルミニューヨーク、It's lifts you up, it lifts you up when you're let down。落ち込んだ時とか、もうやられた時、ガツンとやられた時にも、このニューヨークの秋の美しさがこう奮い立たせてくれる。リフトってこうね、もう引っ張り上げるみたいな、釣り上げる。Lift you up、こう、あの、もしまた背筋をシャキッと、あの、ダストオフしてシャキッとしても、また明日から戦おうと、また頑張ろうと思うとこね。ここは難しい。Jaded roues and gay divorces。 ゲイってこう、まあ、もう多くの人がこう、ね、同性愛者って思うかも。ゲイってもともとは陽気なって意味やもんね。そう、うん、これが、まあ、できたのが30年代やったかな。だからこの時代背景からして、うん、ゲイマリッジ、あの、ゲイの結婚自体が全然もまた最近の話やから、うん、同性愛者の人たちが結婚しててさらに離婚してっていうのが歌詞に書かれてるとはとても思えないので、そう、やっぱり陽気な離婚した人たち、うん、だからシチュエーションその人たちの人生置かれてる状況はボロボロなはずなんやけど陽気なの、うん、で、Jaded Ruays ってこれもうほんまあんまりめったに聞かへんだけど、 Jaded ってまず言うとボロボロになってるというか、みすぼらしいというか、怠惰というか、なんかもう、なんかやりすぎてもボロボロになってるみたいな、そんな感じ。社会的にも、あ、破綻した、なんかあの、本当にね、あの、あ、走りすぎて疲れたとかいうのではない、ボロボロになってる感じっていう。ジェイで、なんかもうあの、だらーんとしてる感じっていうか、よくない意味なんだけどね、ジェイ。の、ね、ルーエイズは、あの、もともとフレンチの言葉らしいんだけど、社会的になんか、だいぶそのお金あったりする人たちが、こう、お酒飲みすぎて、女の人にもハマってて、なんか、またこれもボロボロになっているというか、こう、あの、性的思考もちょっと偏ってて、で、そういう人たちのことをルーエイズとか言うらしいんだけど、うん、この辺も私もさ、調べたりとか先生に聞いたりしないと分かんなかった言葉で、しかも発音すら分かんないみたいな。これもね。あのフレンチで発音したらもっと違うのかもしれんけど、アメリカのシンガーの人たちはルーエイズってよく言う。Jaded Ruays and Gay Divorces。要は、そういう、まあ、ステータスはあるけど人生ボロボロみたいな人たちが、
あの、Food Lunch at the Ritz。 この The Ritz はリッツホテル、要するに高級ホテル、もちろんしかなかなか行けないようなホテルで昼ご飯を食べながら、その人たちが Will tell you that it's divine。 Divine、うん、なんかもうディヴァインってこう神聖なとかこう出てくるんやけど、あのそれよりもなんかもう素晴らしいとか最高やとか、最高、うん、もうあの自分はボロボロやねんけど、うん、でもその秋の美しさとこのリッツホテルの食事とでもなんかもうなんてこのニューヨークの秋っていうかもう人生最高っていうかさ、そう言わしめるぐらいニューヨークの秋っていうのは素晴らしい、うんうんうん、ボロボロさも忘れちゃうみたいな感じかな。これのね、You は別にあなたではないんだけど、一般的に言ってる感じだね。で、この産業の主語は、Jaded Ruays and Gate Horses、うん。これが主語で、で動詞は、Tell だね。Tell ね。Will tell you。で、どのでゲイティ・ボーセスの人たちとかがあのお昼ご飯を食べているっていうのが就職をしてるやんか、うん。で、まあ、Will tell you that it's divine、うん。Divine。リッツカールトンなんてな、まあ、さっき調べた20万やったな、1泊。1泊20万やったな、今な。1930年代でも相当高かったやろな。あ、うん、まあ、そういうこう、お金は持ってるけど、こういろんな意味でこう疲れ果てたりこう、離婚したりとかして、まあ、いろいろこうペインがある人たち。そうでも、リッツで食事しながら美しいところで、そう、無理そう。言ってるみたいな。こう何とも言えない状況描写やね、これね。そうやね、ニューヨークでしかなかなかないよね。And it's autumn in New York。 これも好きやねんけど、This transforms the slums into Mayfair。 Mayfair。 スラムっていうのはもう本当あのね、あの貧困な居住地区みたいな、ボロボロ建物がもう本当に良かったりとか、人がね、クソリやってたりとか、そういうのあるやん、それをもうあのロンドンの高級住宅街のメイフェアって言われるところがあるんやけど、うん、そこに変えてしまうぐらい、うん、僕の秋ってのは美しい。だからそのボロボロな街でもその美しい木とかイチョウの木とかわーっとなりかけて、うん、もうあの美しい、もうトランスフォームしてしまう、その変身、大変身させる。大変身してしまう。秋がやってくると。うん、で冬になってあの葉っぱがなくなるとまたスラムに戻るんやろうけどな。なるほど。で、Autumn in New York, You need no castles in Spain。 これいろいろ理解がしようがあるんやけど、私はそのスペインっていうのはお城がすごい綺麗なのが有名で、でもお城、スペインのお城っていうのもいらないぐらいニューヨークの秋は美しいっていうことやな。っていうことだと思う。もう私はそう思ってるの。そのCastles in Spain っていう一応イディオムもあって、なんか Castles in Spain っていうのはこうあの叶えられない夢みたいな、うん、もうあれもやりたい、宇宙飛行士にもないで、あのさんとか言ってるけど、そんなん Castles in Spain だみたいな、こうあのそう叶えられない夢的な言い方を使われることもあるけど、まあ多分ここはそのメイフェアとかとあの、うん、が出てくるそのね、あのところで同じようにかかっているってことは、そのヨーロッパの美しさとニューヨークを比較してる部分やと思うね、うん、そうなの。スラムはメイフェアになるし、スペインの美しいお城も必要のないぐらい、うん、はい、ニューヨークはオータム、そう、ニューヨークの秋は美しいんだよって言ってると思うんだね、うん、でここが一番好きとこ、うん、Lovers that bless the dark on benches in Central Park。あのセントラルパークってね、マンハッタンの街のど真ん中に大きい草、うん、セントラルパークっていう公園のベンチで夕暮れ時を過ごしている恋人たち、うんうん、暗くなっていくのをこう、うん、めでている恋人たちが、うん、so, Greet Autumn in New York、 こういうあのグリートがこの全部の産業のうちの動詞がグリートに当たるのね。で、主語が Lovers。この恋人たちがニューヨークの秋にこうご挨拶する。ご挨拶する。うん、そう、綺麗な状況。そう、すごい綺麗な描写やな、ここもな。暖かくなるよね。で、It's good to live it again。
まあまあここで、まあ、戻ってきてよかったなって思う。まあちょっとここ嫌いけどでもやっぱ大好きやなみたいな、うん、だから頑張ろうかなって感じ。なるほど。でもこのバースすごく大事ね。このそうだね、このバースで聞いたこと全体的にすごくよく分かるようになるやん。大体歌そう、どの曲もそうだよね。バースがあったらバースは絶対読んどいた方がいいね。ない曲もあるけど、なんか前説やからその歌詞のもう一つちょっと一歩奥の意味がちょっとわかる感じがするよね、うん、全体的に。例えばその全部のブロード、そのショーを2時間全部は見てなかったとしても、うん、そのどういうシーンで疲れたのかのヒントがいっぱいバースに出てくるの、うん、ね、うん、まあバース歌ってるのがあればね、またちょっとぜひ見て、なんかコメント欄で教えていただきたいですが、なかなかないよね、うん、この辺のね、バース歌って。そうだね、私もあんまり聞いたことがなくてね、うん、有名なビリー・ホリデーのやつもないしね。うん、ないしね。あのバースでもね。でもこの時期、歌手の方は結構歌うんではないでしょうか、この曲、ね。そうですね、この前も歌ったね、あの、ね、ね、うん、なので、今からちょっと、タイちゃんの、バージョンの、でもこれ1番、バースもないし1番だけしか歌ってない。そうね、1番だけ、ここもね悩んだんだけど結局1番だけになった。だ2番歌いたいなと思う。頭をよぎったんだけどね。あとはその1番だけ歌ってピアノソロ終わって2番の半分だけ持ってこうかなとも思うんやけど、うん、それそのもの自体に例えばその日本で歌って意味があるのかどうかも悩んでしまい、それよりも1回聴いた歌詞がもう1回出てきた方がこうなんか耳に入りやすいかなとか、あはははは、たりして、なんか毎回悩むの、ね、難しいラインナップですよ。あとはそのアメリカで歌っててもさ、本当一番話戻っちゃうけど、1コーラス歌って 2番目の歌詞歌いたいと思ってたのにピアノソロでなんか1番だけで終わっちゃって、うん、いや私でもこれ2番目も聴いてほしいんだよねっつってもう一回2番だけ歌った、その場で歌ったことがある。あ、はい、結構なジャズクラブだったんだけど、なんかどうしても聴いてほしかった。あ、まあでもいい曲だよねこの曲はね、うん、あのハーモニーもすごい綺麗で、そうだね、とても難しいんで本当に多くのミュージシャンがインストでもすごくよく演奏するねこの曲はね。素晴らしいバーノン・デュークの作曲でございましたが、はい、秋のうちに皆さん聴いていただきたいということで、はい、でもこれ歌い終わったらもうすぐにクリスマスソングだね。ね、はいな。じゃあ、とりあえず以上で最後僕らの演奏を聴いてください。では本日も最後までご視聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ニューヨークの話、ね、したので、ニューヨークの歌だったのかな。ニューヨークもそろそろ秋が深まってまいりましてね。日本もそろそろ紅葉するのかな。Autumn in New York. Why does it seem so inviting? すごい素敵な、魅力的なのよ。Autumn in New York.Spells the thrills of first lighting. ドキドキもするし。Glittering crowds. すごい賑やかな人たち。Shimmering clouds. 流れていくキラキラの雲たち。And canyons of steel. 摩天楼。They're making me feel. それを見て私はね、ああニューヨークに帰ってきたって思うね。 I'm home. Autumn in New York. 恋もできそう。 It brings the promise.Autumn in New York.
Thank you.